皆さんこんこにちは今日は聖書の教える「聖産について一緒に分かち合いたいと思います聖産はバプテスマ洗礼と並んでイエス様が弟子たちに行うように命じた2つの霊典のうちの1つですイエス様と弟子たちの最後の夕食の場面が福音書に記されています この夕食はユダヤ人の祝う杉越の祭りのために定められた特別な食事でした。杉越の祭りの由来は旧約聖書の出エジプト記12章に書かれています。イスラエルの民をエジプトから導き出された時に神様がなされた一連の奇跡は旧約聖書のハイライトです。 この時神様は奇跡的な方法でイスラエルの民を解放し災いから守られました。神様は奴隷となっていたイスラエルの民を解放するためにモーセを指導者として選びエジプトに10の災いを下されます。10番目の災いを下される前に神様は イスラエルののに次のような指示を与えます家族ごとに生贄の羊をほふり、その血を自分たちの家の門中と鴨居に塗るように、またその羊の肉を種なしパンと一緒に食べるようにと。その晩、神様はエジプトに裁きを下され、彼らのすべての長子が 命を失いました。一方で、羊の血が塗られたイスラエルの民の家は災いから守られたんです。杉越の祭りとは、裁きが通り過ぎ、神様の恵みによって災いから守られたことを記念する祭りなんです。神様は、この出来事を記念して、将来にわたって、 過ぎ越しの祭りを祝うようにとイスラエルの民に命じます。これが過ぎ越しの祭りの由来であり、ユダヤ人にとっては最も大切な祭りとなった背景です。イエス様が弟子たちと取られた最後の夕食は、この過ぎ越しの祭りの食事だったんです。イエス様はパンを裂き、 天の父に感謝を捧げてからそれを弟子たちに配られその後に彼らに武道酒の入った酒を回されます。ルカの福音書22章15節から20節をお読みします。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越しの食事をすることを 切に願っていました。あなた方に言います。杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。 あなた方に言います。今から神の国が来る時まで私がドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを先、き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。 私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。この夕食の後、イエス様と弟子たちは賛美の歌を歌い、 オリーブ山に向かいますが、その様子も福音書に書かれています。そして、そこで予言されていたように、弟子の一人であるユダに裏切られ、イエス様はその翌日十字架にかけられます。最後の夕食、そしてそれに続く場面がこのように福音書すべてに記されています。 福音書以外ではパウロもコリントの教会に宛てた手紙の中で具体的に主の晩餐に触れパンとブドウ酒が何を象徴しているのかその意味を理解することの大切さを教えていますコリント人への手紙第1 11章23節から26節をお読みします 私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように、 酒好きを取って言われました。この酒好きは私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ酒好きを飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。パウロは このように語ってイエス・キリストがやがてこの世界に戻ってこられることそしてその時までキリストの弟子とされた者たちに十字架の福音を伝える働きが委ねられていることを教えています主の晩餐について書かれているこれらの箇所を読むときにイエス様がパンとブドウ酒をご自身の体と 血に例えて用い、ご自身の十字架の死の記念とするように教えていたことがわかります。パンは十字架の上で引き裂かれたイエス様の体を象徴しています。イエス様の骨が砕かれることはありませんでしたが、イエス様の肉は激しい拷問を受けて引き裂かれました。またブドウ酒は十字架の上で流された イエス様の血の血象徴です罪のない神の御子の十字架の犠牲の死によってメシア、救い主に関する旧約聖書の多くの予言が成就したんですイエス様は「私を覚えてこれを行いなさい」と語って弟子たちにまた将来弟子となる人々に これを続けていくようにとお命じになりました。イエス様が弟子たちと取られた最後の夕食が杉越の食事であったことをお話ししました。杉越の祭りでは、子羊が生贄としてほふられ、その肉が武道酒と一緒に食卓に出されます。この生贄の子羊は、やがて来られる飯や、 救いい主をしし示していたんですバプテスマのヨハネがイエス様を見て「見よ、世の罪を取り除く神の子羊」と叫んだのはそのためです。イエス様が全ての人の罪の身代わりとなって十字架の上でほふられるいけにえの子羊であることを神様はヨハネに示したんです。 イエス・キリストが十字架の上で流された血によって、その犠牲の死によって新しい契約が結ばれ、動物の犠牲による古い契約は必要なくなったと聖書は教えています。主の晩餐、すなわち生産は全ての人のために命を捧げられたキリストの身代わりの死を記念するためのものです。 そしてそのキリストの犠牲の死を通して信じる全てのものに与えられる救いと恵み祝福を感謝するためのものなんです。皆さんの上に神様の祝福と平安が豊かにありますように。